次に、この青ですね、青と黒を塗っていくんですけれども、あのこっからの作業は油絵の具を使いたいと思います。青、黒、白ですね、こちらを使って、作業します。で、油絵の具を使うメリットなんですけれども、非常に小さい作業なので、筆の先にですねつける塗料の量もすごくやっぱり少なくなるんですね。そしたら、パレットにこうやってこう持ってきますよね。ここまでその間にね乾いてしまうんですね、先で。それがあの油絵の具は乾燥が遅いので、あのそれをしてても、そこでゆっくりやってても、乾かないっていう特徴があります。これが非常に便利なので油絵の具を使いたいと思います。もう一つ利点がありまして、ここまでアクリル塗料で塗ってます。こっから油絵の具になりますので、ミスをしてもですね、シンナーで取ることができます。で、何回でもねこっからやり直しが、効くということになってきますので、非常にゆっくりね作業が何回でも、ね、リテイクすることができますんでね。で、ここからはかなりの解像度を要求されますので、お得意のライブビューを使いたいと思います。ライブビューについてはね、すでに動画を上げていますので、そちらの方をご参考していただきたいかなと思います。はい、ではこんな感じですね。肉眼ではねそこそこ見えてたんですけれども、アップにすると、こんな程度だったりします。はみ出してます。大変です。でもですね、肉眼でどちらにせよ見ますので、そんなに気にしない方が、私はいいと思います。もうこれはこれで、ある程度いってしまいたいと思います。ではですね、青い点を打ちたいと思います。油絵の具なんですけれども、比較的濃いめの方がね、やりやすいです。流れてしまいますんでね、ちょっと濃いめでボトッとしてるぐらいのものをね落としていく感じの方がやりよいですよ。筆先をしっかり整えまして持ってきます。よいしょ、こうですね。この通り筆先がね綺麗になってれば OK です。このくらいやったらいいと思います。でしっかり、ね、今ピンボケピンと合わせます。で筆を持っていくと、筆の先がね今度はピントが合ってくる瞬間がありますんで、それがねその被写体に設置する瞬間です。そろそろ合ってきました。こうですね。はい、行きます。こんな感じですね。瞳を描きます。あー、ちゃ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 。はい、しまいました。なかなかね、なかなか一発では決まらないもんですが、はい、こちらも行きましょう。気に入らんかったらやり直せばいいんです。目が離れてしまいましたね。もうちょっと、もうちょっとこっちでしたね。この辺かな。この辺ですね。これで、まあ、見えますね、はい。ここがちょっとはみ出ましたね。ごっそり消してしまいましょうか。これができるのはね、下地がアクリルだからこそなんですね。これが下地が油彩だったらもうまたやり直しなんで全部大変なんですけど、これでねもう一回打っていきましょう。慎重に。さっきここのね下のとこに当たりました。油絵の具はねここでこうもたついてても結構乾かないんですよね。はい、どうでしょう。
いんじゃないでしょうかね。